こんにちは、コンタッケです。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、居酒屋自宅、これの第2弾をやりたいと思います。今日の居酒屋自宅のテーマはですね、煮卵ですよ。これはもうね、自宅料理の基本中の基本でしてね、まあ普段からね作ってる方もいるかと思いますが、まあラーメン屋さんとか行くとね、必ずまあ煮卵をトッピングしたりしますよね。美味しいですよね、味が染み込んでて。でまあこう噛むとね、とろっと半熟になっててさ、美味しいですよ。でまあラーメン屋さんでトッピングすると大体まあ100円から120円とかですかね。はい。でもね、確かにそれはラーメン屋さんとか食べれば美味しいけどさ、なんとかそれを自宅でさ作れないもんかなと、安くね美味しくできないもんかなということで、今日は煮卵やります。でこの煮卵をね、作っておけば、もちろん自宅でラーメン作った時にラーメンに入れることもできますし、十分魚のですね、つまみ、魚の、当てにもなります。酒の当てにもなりますし、酒のつまみにもなりますし、まあおかずとしても全然使えるし、あと何か、そうですね、なんかお肉、肉料理とかの、添え物としても、使うことができる。煮卵ってね、いろんなことに使えますよ。美味しいですよね。はい。これ卵ですね。普通にスーパーに売ってる卵。でやっぱ卵っていうのはね、やっぱ優等生とかって昔からよく言いますよね。いつの時代も卵は安い。だいたいこの卵もスーパーでこれ188円でした。10個入ってね。でスーパーによってはもっと安いとかありますよね。なんかセールとかで98円で売ってみたりさ、108円で売ってたり。ね。まあちょっと赤玉の高い卵とか、L 玉のちょっと大きい卵だったりすると、まあ、200円超えたりする場合もありますけれども、基本的にはまあ大体、100円台で、200円弱ぐらいで卵を買うことができますね。この普通にスーパーで売ってる卵を使って、自宅で煮卵を作っていきます。男子必見ですよ。これは自宅料理の基本中の基本ですからね、煮卵作っていきましょう。はい、今回の煮卵はですね、まあ、煮卵ね、中身、硬さはですね、お好みなんですけれども、今回の煮卵は、ちょっとですね、中身とろっと半熟に仕上げていきます。はい。はい、なので、茹で時間はですね、7分でやっていきます。7分です。はい、茹で時間は、7分で茹でていきます。7分です。はい、今ちょうど7分が経ちましたのでね、茹でるのをやめてこれから冷やしていきます。はい、まあ、茹でた卵はですね、しっかりと冷やさないと、なんか殻がね、うまく、剥けなかったりっていうことがあるので、しばらく冷水、冷や水につけてですね、放置しておく感じですね。しっかりと冷やしましょうね。はい。はい、卵がですね、完全に冷えましたら、今度は殻を剥いていきましょう。はい、卵の殻も剥きましたね。卵の殻も剥くときはね、ちょっと丁寧にやらないと、身が崩れたりしますのでね、なるべく丁寧にやるようにしましょう。はい、ではこれからですね、この、煮汁っていうものを作っていきます。はい、ではこれから煮卵の、煮汁を作っていきます。もうね、調味料はもう適当です。適当で、あとお好み。はい、なのでもう、私まかない料理出身なので、ね、適当ですよ。まずは、お出汁、粉末のかつおだしです。はい、はい、これ適当ですよ。適当です。はい、次に入れるのは醤油。醤油もね、もう超適当。濃いめが好きだったら多めでもいいし、もう超適当ですよ。はい、適当に醤油入れます。
適量です。お好み。はい、次にみりんを入れます。はい、これも適当ね。みりんも適量です。なんか甘めが好きだったらちょっと多めに入れてもいいかなと思いますしね。はいはい、次に砂糖もちょっと入れておきます。私の場合は三温糖を使ってますんでね、三温糖も入れちゃいます。お砂糖です。はい、次にですね、お酒。これは別に入れても入れなくてもいいんですけど、ちょっとね、少しだけちょっとお酒を入れました。はい、あとはお好みで、ここに例えば生姜入れたりだとか、なんか長ネギの青い部分とか、まあ、ニンニク入れたり、それはもうお好みで、やっていただければいいかと思います。私の場合はもうこの、だしと醤油、みりん、砂糖、お酒、これだけで、作っていきたいと思います。はい、で途中ですね、味見をしながら、だいたいお好みの味が出来上がったら、あとはこの煮汁を冷まして、卵を漬け込むだけです。で今回ちょっとね、濃いめの味付けにしましたのでね、若干濃いめです。はい、煮汁がこれで完成。これを冷やして卵に漬け込みます。はい、ではですね、煮汁がある程度冷めたらですね、卵を、漬け込んでいくんですけれども、まあ、先ほどの鍋の中にね、直接卵を入れてもいいんですけれども、まあそうするとちょっと鍋大きいんで、鍋邪魔なんでね、このようにタッパに入れた卵に煮汁を入れて漬け込んでいきます。はい、先ほどの煮汁を入れます。はい、こんな感じでですね、まあ1日から3日って言われてますけど、まあ好みでね、大体お好みの浸かり具合で出していただいて食べていただければといいかと思います。でも最低やっぱね、1日は、冷蔵庫で、つけておきたいところですね。これ別にタッパーじゃなくてもね、ジップロックとかそういった、袋でもいいです。これで、まあ、1日2日、まあ、最大3日ぐらい、あんまりつけすぎるとね、悪くなっちゃいますんで、まあ、1日2日ぐらいがいいかなと思うんですけれども、こうやってちょっとしばらく24時間以上漬け込みます。はいはい、ではですね、煮卵を作ってですね、卵を茹でて煮汁を作り、その煮汁に卵を漬け込んで、ちょうど今丸2日間が経ちました。はい、このタッパにですね、卵を漬け込みまして2日間です。2日経ちました。だいたいね、2日もまあ漬け込めばだいたい味は浸透しているかなというところでございます。あんまりね、長くやりすぎてもね、この卵自体があんまり悪くなっちゃったりもするんで、まあ、2日ぐらいが妥当なところかなというところで、これから、どのような感じになったかなというところを見ていきたいと思います。2日間漬け込んだ煮卵、ラーメン屋さんのように美味しくなってますかね。さあ早速割ってみますか。はい、ではですね、これからですね、この2日間漬け込んだ卵、煮卵、うまくできているかどうかを、割っていきたいと思いますね。ではお玉、これバットの上に開けますね。はい、ではまず1個ね、あ、なんかいい、ちょっとじゃ、まあいい感じでね、黒く、あんまりね、おでんの卵とかって結構真っ黒になったりしますけどね、まあ、今回濃いめの煮汁で作ったんだけど、それでもまあそんなに真っ黒ではないですね。はい、でもまあ普通の最初のね、ゆで卵の白いゆで卵に比べれば若干黒っぽく味が染み込んでいることがわかりますね。ではこの卵を早速割っていきます。今回はとろーっとした半熟の煮卵にするために、ゆで時間は7分でやってますからね、7分で煮込んだ、7分で茹でた卵です。
では割っていきますね。包丁で、はい、切ります。よいしょ。あー、いい感じじゃないですか。これこのとろ具合、とろとろ具合、これラーメン屋さんのさ、煮卵と遜色ないっていうか、変わんないっすよね、これ。超いい感じじゃないですか、これ。とろーり半熟、いい感じですね。はい、では早速この2日間漬け込んだ煮卵、これをちょっと食してみたいと思いますけどね。いきますね。あ、このトロトロ感いいわ。あ、味もしっかり染み込んでます。あ、これはうまいわ。ビール飲んじゃって。あ、うまい。これは上出来だわ。うまい。はい、今回ですね、居酒屋自宅煮卵に挑戦してみましたけどね、これ絶対に作っておくといいですよ。でこれは一人暮らし男子も作ればいいと思いますし、主婦の皆さんもね、ぜひ煮卵はねストック作っておくといいと思いますよ。酒のつまみにもなりますし、あと普通にねラーメンに入れてもいいですし、あとなんか肉料理とかそういったものの添え物にも全然できるし、あとサラダですよね。サラダにこのポンと一番上に乗せたりするのもなんか、見栄えもいいしね、すごくいいんじゃないですかね。でこの半熟具合っていうのはお好みですから、もうちょっと固めが良ければゆで卵のゆで時間を長くすればいいだけですからね。でこれはもう、これはもう7分です。7分で2日間、ちょっと茶色いでしょ、2日間漬け込んだ煮卵ですよ。はい、最高ですね。タッキー料理長の煮卵だから、ぜひねこれ超安くね、卵、物価の優等生ですよ。200円弱で、卵10個買えますからね。ぜひね、まあ、生卵で食べるのもいいんですけど、こうやってタッパに入れといてさ、煮卵っていうのも冷蔵庫の中にあると、ちょっとなんかおかず何もない時も一品になると思うんでね。はい、これはなんかこうちょっとストック作っておくといいんじゃないですか。全然簡単ですからね。はい、たった7分茹でて、で2日間、1日から2日ぐらい出汁で漬け込んで、煮汁で漬け込んでおけばいいだけです。簡単にできます。ラーメン屋さんと同じくらいの品質でしょ、これ。美味しいですよ絶対。だから煮卵作ろうぜ、やりましょう。おいしい。ビール進むわ、俺。はい、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。居酒屋自宅、また続編も続きますからね、ぜひお楽しみにしてください。もしよろしければ、チャンネル登録もしていただけると嬉しいですよ。煮卵作りましょう。ありがとうございました。ではまた。